はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつだでございます。ゲンゴロウ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。欧州中央銀行がインフレ対策として、公定歩合 0.75% を発表したので、まだまだ円安は続きそうです。日本は、ゼロ金利続けてますんで、他の通貨、預金してた方が、預金、なんつうのかな、利率がいいからね、預金の利子とかもいいから、円からそっちに流れると、円安は続くのではないか。1ドル180円ぐらいまでいっちゃうかもしんないな。我が国の農業や製造業が大復活いたします。重税で苦しんでて、それ下げてもらっても大復活するんですけれども、ということで、まだまだ円安続きそうであります。エリザベス女王、96歳、逝去、在位70年、イギリス史上最長、最後のお仕事は、新首相、リズ・トラスの任命式。この写真ね、これがついですね、6日の画像、で、3日前は、なんかお元気そうでね、立てるし、車椅子とかものすごい杖とか、なんすかカートみたいな杖あるじゃないですか。ああいうのも使わずシャキンと立たれてね、3日前はお元気でありました。新首相女性のを任命して、それまではお元気でっていうところもなんか象徴的なものを感じますけれども、昭和天皇は容体悪化から4ヶ月後の崩御だったので、本当にぽっくり逝去されたような感じになりますね。だって3日前はこんな元気だったもんね。天皇皇后などは崩御で、他の外国の要人とかは逝去とか、まあ死去なんて書く場合もありますけれども、2001年、2002年放送、もう20年になるのか、ヘルシングでもおばあちゃんの役だった。美しく年を取って、その姿が美しいんだみたいな、年を取らないアーカードに言われておりましたけれども、アーカードは悲しむのか、羨ましがるのか、死にたがってますもんね、アーカードは。死ねないから。馬マニアで繁殖場も所有しておりました。競馬での賞金総額は10億円以上を獲得しておる。推定ですけどね。30年、ぐらい競馬界にレースに馬出してて、10億円以上は稼いでんじゃないか、などというゴシップ記事ですけれども。好きな犬はコーギーです。コーギーしか飼いません。累計30頭以上を飼育。在位70年ですからね。飼ってるコーギーも、コーギーの平均寿命って、事故とか病気なければ13ぐらいかな。30頭以上飼育、継続でね。ロウナーっていうメーカー、私全然知らないんですけど、どういうメーカーだか、どこのメーカーだかも知らないですけど、ロウナーのハンドバッグを200個以上持っておって70年以上愛用されておると。コーギー一筋、ロウナー一筋ということで、浮気症ではないのだな。コロ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 持ってるものを買えるような方ではない。戴冠式で被るですね、25歳時に王になられたんですけど、戴冠式で被る王冠が 2.5キロ、身につける式服 18キログラム、鎧ガッツ鎖片びらとか鎧とか18キロ相当重いよ。これ10キロの米袋2つ、に耐えるべく数ヶ月かけて体を鍛えた。イギリス軍の通称はハーマジュスティーズアームドフォーシス、女王の軍と、これ視察されてる若い時の写真ですね。小柄で可憐であります。チャールズ王太子73歳が即位されるそうなんですけども、ヒズ・マジョシティーズ・アームド・フォーシズ、王の軍って
呼ばれるようになるんでしょうか。イギリス軍は、ゴッドセイブザクイーンは、ゴッドセイブザキングになるんかな。イギリス国家、ロイヤルネイビーはイギリス海軍の固有名詞でありまして、ロイヤルネイビーって言っただけで、あ、イギリスってなる、そうなんですけれども、ならば我が海事もですね、インペリアルネイビーって呼ばせたらどうかな、他国にな。現在我が国しかジ・インペリアルはないんだしね、インペリアルアーミーも陸自もですね、インペリアルアーミー、空自はあ、なんつうのかな、インペリアルエアフォースなのかな。日本のバカマスコミはチャールズ皇太子とかご表記すんのやめろ、早速やらかしてましたけれども、どっかでね、皇太子って呼ばれるのは我が国のみですから、王太子が正しい。女王の国葬がいつになるか不明ですけれども、バイデン大統領が早々に行くって表明しておりました。まあ、アメリカとイギリスの関係は、ただの同盟国とかそういうものを飛び越えて古い歴史で、まあ、まるで兄弟のような感じになっておりますけど、総理は元首じゃないけれども、米国大統領は元首なので、我が国も元首の天皇陛下のお出ましになるんでしょうか。英国政府内の公文書ではですね、すでに我が国は実質同盟国扱いになってる、そうなんで、ここは外交の究極手段、126代金城陛下にお出まし願ってですね、英国との仲を深めてほしいところですけど、まあ下々が口出すことではないですけれどもね。昭和天皇、大喪の礼にですね、イギリスからはフィリップ王妃殿下が参列してくれました。エリザベス女王の、夫様、王妃殿下って言いますね、王の配偶者、米独仏以から現役大統領来てくれました。当時はブッシュ大統領、大統領は国民に直接選ばれたという権威、期限付きですけどね、という元首、金城陛下は日の本の所有者という権威、まあこれは無期限ですけど、じゃないかって私考えております。元首、日本のあの憲法では省庁とか言っちゃって、元首ではないですけども、まあ外国行ったら当然元首扱いされますよ、天皇陛下。土地は変えても真の所有者にはなれない、真の所有者は皇室だから。その証拠にですね、永遠に、固定資産税、っていう賃貸料取られますしね、何かあったら堂々と警察が踏み込んでくるしね、オウムのサティアンは我らの土地だから入ってくんなって絶叫しても警察そんなことを構えやしないじゃないですか。つまり土地買って自分のものになったと思ったら大間違い、皇室からお借りしているっていうのが正しいですね。自民党が自党の国会議員と統一教会との関与を調査し発表いたしました。まあこんな感じ。会合へ議員本人も出席し挨拶もしたのがこいつら、でんでげでんでげでんでげでん、会合へ出席し講演も行ったのがこいつら、でんでげ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 でん、会合へ出席しただけ、でんでげでんでげ、選挙ボランティア支援を受けたのはこいつら、でんでげ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 、などなどですね。ネットの反応です。むっちゃ詳細やな、ここまでやるか、ちゃんと調べないだろうとか言われてたけど、思ったよりちゃんと調べたな。ここまで詳しく点検するとは、自民党もやるな。最初にこれやってれば支持率そんなに落ちなかったのに、本当にこれから先は関係立てるのか。公表しただけマシか。あなたを応援する組織があるって言われて、よく考えもせずにホイホイ挨拶したんだろうな。他の党もはよ、立憲なんかもズブズブって発表になってましたけど、知らなかったから政府のっつって、マスコミテレビ新聞も、一切それを叩かないんですよね。そんなわけいくかみたいな。岸氏本人や岸田派は本当に統一と無関係だったみたいですね。これは他の派閥の弱体化に使えるからっつって張り切って調査しちゃったんでしょうかね。天下国家のことは考えられないけれども、村長レベルのことなら得意そうなんだよな、岸な。
岸さらに追い打ち、地方議員も関係を断ってもらう、党の方針だと言っておりました。ネットの反応です、何が悪いと開き直った後援会長、涙目少なくとも表向きは何が悪いって言えなくなったな、これからは統一と関係してるってバレた議員は SNS で拡散、即炎上、仮病で病院に逃げ込むっていうのが流行るな。それより法改正したら普通の国に共産党とかないよ、宗教団体じゃねえけど共産主義も宗教みてえなもんすもんね、邪教、ドイツ、アメリカ、 あとどこだっけな、禁止されてますよね。イギリスには共産党議員一人もいねえ、禁止されてるから、少なくともあの共産主義を名乗るやつは、いない、法律で禁止されてるからね。切れるもんなら切ってみろって逆切れする支援者にドキドキの自民議員、あの自分 の、 あの昔から知ってる支援者、応援してくれてる人が実は統一の信者で、逆切れするの怖いよね。坪議員多くて驚いた立憲が偉そうに糾弾してるのが腹立つ、まあこの人ら自分のこと棚にあげんの大得意な人間のクズどもですからね、あの立憲議員って、北海道のアホは離党待ったなしか、北海道の議員の後援会長が何が悪いんだって開き直っちゃったらしいです、試験ですけど、地方はあの国会以上にズブズブらしいけど本当に関係切れるのか、身動き取れなくなった議員もいるかもね、統一の助けなしじゃあ選挙ポスターも貼れないような人望ない人はもともと議員に向いてないから立候補植えめたら植えめろまあやめろっていうの誤字なんですけど、カルトと関係を立てっていうなら公明党とも連立解消しないとおかしいよこれ、選挙の時にね、あの自公推薦なんてのもダメでしょ。そうかはフランスではカルト認定されてんだからさ、公明党と仲良くやってんのはダメよ、カルトと関係立てっていうならね、共産党もカルトみたいなもんですけれども、こっちも法律変えてですね、共産主義って邪教は法律であの禁止すべきなんだわ、議会ですこれ言いましたけれども、私日本の恥共産党9月27日国葬の同時刻には誰もいない国会前に集合して太鼓叩いて騒ぐんだって。でシーカズオもそれに参加すんだって、まあね、あの他のあの市民があの勝手に呼びかけてやってるみたいな体を装ってますけれども、共産党主催だよねこれね、だってシーカズオ自ら参加しちゃうぐらいですから、大雨降るといいななんて思ってますけれども、それだと国葬に参列した人大変か。ネットの話、お前呼ばれてんのシーカズオ呼ばれてないから拗ねちゃった、これでまた警備費が余計にかかんだよ、警備予算増やすね。憲法違反って地裁で門前払いされてんだろうが、何度も刑法違反してる政党がどの口で憲法違反を言うのか、外交行事を否定する外交能力皆無の共産党、毎回反対するためのへりくつひねり出すの大変ですね、へりくつにもなってなくてとうとう値上げちゃったみたいですよ、こんな人が国会議員なんて恥ずかしいです。世界に向けて共産主義者の醜悪さをアピールできますな。テレビが大興奮で放送する姿が目に浮かぶ。まああの1000人ぐらい集まっても1万人って報道すんだな、国会前だけ雷雨にならないかな激しい風雷雨、雪降ってもいいや、あの大雪降って身動き取るね国会前だけ、になんねえかなと思ってますけど、生きる国辱日本の恥シーカズオ、各国要人に集大地帯を晒してくれ、もう止めねえから、あの植えめねえから、国会前は皇居挟んで武道館と反対側ですね、結構離れております、上の赤丸が武道館を含む北の丸公園、北の丸公園ごと
封鎖されるんじゃないかな。私、推測してますけど、予想してますけども、下の丸が国会議事堂周辺。ですんで、結構離れておりますんで、警察もね、会場付近でわーわーやられるよりも、一箇所に固まってくれた方が監視しやすくて歓迎なんでは。C 数を憲法違反だ、何条に違反してんのよ、地裁に否定されただろという正論は聞こえないと。論では勝てないと断念したパども安倍ガードも、国葬反対は理屈じゃねえんだよっていうタグ作ってですね、ネット闘争やっておりました。理屈じゃなきゃダメじゃん万機口論に決すべしって知らねえの、殴り合いで決めろって、直は下ってねえよ、負け認めてじゃん、負け認めちゃってんじゃねえ、理屈じゃねえんだよって、大爆笑してしまいました。何言ってもね、何やっても論破されるんで発狂したんすかね、とうとうね、なんもね、私は論理で勝てないバカですって自白しなくてもいいのでは。論より大声嫌がらせそのものですね。今時最悪やってんのはバカって、相場決まってますからね。例えばどうですか、学校側でテストで何点取ろうがつくポイントは平等にするとか、いくら働いても給料は平等にするとか発表になったらね、賛成する連中はポイントが上がることが期待できる平均点以下の人間でしょ、これ。そうでしょ。平均以下の人間は平均まで引き上げてもらって、平均点以上の人間にとってはこんなの嫌だよね、損しちゃうよね。いくらいい点取っても、いくら働いても組織に貢献しても全然働かねえやつと給料一緒とかさ、評価が一緒とかさ、損しちゃう。結論なんですけど、平等を望む左翼は平均点以下のバカでてえの平均点以下の人間が自分が引き上げてもらえることを希望して、期待して共産主義とか平等とかっていう言葉に期待をかけて応援するんだね。つまり共産主義者は平均以下のバカで低能で、自分で努力して点数上げないことを拒否する怠け者。取り柄ないっすね、まったく。ブリブリって感じであります。民民の重鎮、和歌山選出の衆議院議員岸本周平っていうやつがいいんだって。もう5期も務めてるそうであります。和歌山知事選に立候補するため衆院議員辞めるって、辞めたって、記者会見しておりました。こんな顔したおじいちゃんです。おじいちゃんです。まあ左翼顔ですね。その配布チラシの文面をいち早くゲットできました。組合、労働組合、いやいややらされてて、でいやいや運動員やってる方がですね、こいつ何言ってんのって呆れて通報してきてくれたんですけれども、これが民民の本当の体質ですわって感想がついておりました。いわくですね、核大国ロシアの脅しを封じるためには核保有国は非核保有国を攻撃してはならないという国際ルールを作る必要があります。まあ、核持ってる国は核持ってない国を攻撃しちゃダメっていうルール作りたいんだって。核を保有する大国は反発するでしょうが、国連で多くの国々が賛成すれば無視はできません。唯一の被爆国である日本が平和主義のソフトパワーを発揮するチャンスです。まあ、日本がそれを推進するっつってのしろっつってのね。まあそんなことでソフトパワー大国を目指すべきです、なんていう、国連で決めたことを中国ロシアが守るとでも思ってんのか。こんな取り決め日本が推進すればですね、核保有国全部に目の敵にされて日米同盟麻薬なんですけど、それが狙いなんでしょうか。結局ですね、まあ核保有国は一方的に手足縛られろって言ってるんですけど、このバカは
なんすか、じゃあアメリカがさ、アメリカは核持ってるからメキシコにどんな嫌がらせされても核使わねえでじっと我慢してるっていうの。あのカナダにあの領土を侵犯されても領土を奪われてもじっと我慢してなさいって言うんでしょうか、こいつの脳内では。この理屈だとですね、核保有国同士は核打ち合ってもいいっていうことになるけど、それだとあの人類滅亡しない、核持ってない国同士は戦争していいっていうことになりますけど、それもおかしくない、岸本周平お前バカだろ。で、このチラシの文面見た時思っちゃったんですけど、このいやいや運動員やらされてる人ももう呆れ果てちゃって何言ってんだこいつって私のところに連絡くれたんですけどね。和歌山県の皆さん、こんなバカに知事やらせたら大変なことになりますよ。本当によくあのお考えになって、投票してください、沖縄知事選挙中なんですけど、中国のスパイ玉城デニーが期間中のポスティングボランティアを大募集しておりました。ツイッターで呼びかけして、こんなチラシも作っちゃって、それ選挙違反だから。選挙期間中はポスティングダメなんですよ。選挙中ですね、凱旋場所での手渡しチラシ以外は禁止されてますから。しかもですね、あの印紙貼ったやつ、選管に一回あのチラシの内容見して、はいっつってこれにあの印紙、選管からもらった印紙貼って、まああの地方議員は選挙中に2000枚までね配るチラシは、県会議員は5000枚までね、知事とかは1万枚までねとか数も制限されて、おるんですよ。で、あの他人の家にバカバカ選挙期間中にポスティングすることはご法度。さすが率先してね選挙違反を繰り返す共産党に支援されてるだけあって、中国共産党の犬のだけあってデニーも率先してやってますね、選挙違反ね。民主主義者の作った法律など守れるかーとかですね、法律違反する俺かっけーなどと思ってるんでしょうか、子供かつ、あるいは悪いことすればするほど何あの評判高くなるヤクザかっていう、暴力団員ですか、沖縄の選管仕事しろよな、これ取り締まらないよな、それ選挙違反ですから選挙期間中あのポスティングしないください言えよな、いう話であります。結局最後はあの警察が動くらしいんですけど、選管に言ってもね、あの選管は逮捕する権限もないんですけど、まあ選管に言えばね、選管が法律選挙違反だと思われるので警察さんお願いしますって通報することはできますよね。沖縄の戦艦も腐っておるんでしょうか。どうせ沖縄県庁の職員があれですから移動でやってるもんですからね、あの戦艦が。沖縄県庁ごと4年間デニーの支配下にあって骨抜きされてんのかな。違反やり放題だよな。全くね、あの沖縄って特殊な土地だよな、思っておりますけれども、まあ左翼の浸透著しかったんでね、北海道は北海道でソ連の浸透が、沖縄は沖縄で中国の浸透が著しい、ここもあのデトックスしないといけない場所ですわね。というわけで、読んでるだけで知見が得られるメール党員さん大募集であります。あ、11日の政治活動も近づいてまいりましたね。メール党員の皆様、お手伝い、のお申し出誠にありがとうございます。明日はですね、あの松戸入りして政治活動、松戸の選挙が11月2ヶ月後にありますんで、そこのテコ入れ、行ってこようと思っております。デトックスジャパン。